J リーグ1995年の J リーグ1995年の J リーグはリーグ戦が3月18日に開幕11月25日に日程を終了し11月30日12月6日にチャンピオンシップを行ったリーグの優勝クラブはサントリーシリーズが横浜マリノスニコスシリーズがベルディ川崎でチャンピオンシップにより決定された 年間総合優勝は横浜マリノス。1995年シーズンの J リーグのクラブは以下の通り。昨シーズンのジャパンフットボールリーグで巡回員かつ上位2位に入ったセレッソ大阪とカシュアレイソルが新たに加わり、計1 4クラブとなった。第1ステージは全面増築工事のため埼玉県大宮公園サッカー場に 暫定移転に横浜 F イコール特別活動地域、長崎県、熊本県、鹿児島県横浜 F イコール長崎県立、総合運動公園陸上競技場、熊本市、水前寺競技場、鴨池陸上競技場を併用長い、陸上競技場が全面改築中のため暫定本拠地、試合数全体では、広島ビッグアーチで過半数を、 開催基本的に前年のレギュレーションを踏襲している。リーグは2ステージ制で行われ、14クラブが各ステージごとにホームアウェイ2回戦、各26試合にステージイコール52試合を戦う。リーグ戦の試合数が大幅に増えたため、このシーズンは山崎ナビスコカップは行われなかった。各試合の完全決着方式は前年、 前々年と同様であるが、この年から勝ち点制を採用し、90分勝利、V ゴール勝利、PK 戦勝利に勝ち点3を、PK 戦敗北に勝ち点1を与えることとした。各ステージの1位同士が2回戦制の J リーグチャンピオンシップを戦い、勝者が年間優勝、敗者が年間2位となる。なお、年間順位の3位以下は、 チャンピオンシップに出場しなかった12クラブの間で年間勝利数特失点差総得点の順で定めた。前年、前々年同様、それぞれのステージ並びにチャンピオンシップは冠無理スポンサー大会とされ、第1ステージをサントリーシリーズ、第2ステージを日本審判、ニコスシリーズとそれぞれ称して行った。また、チャンピオンシップについてもサントリーが カンリスポンサーとなり、サントリーチャンピオンシップの名称で開催された。このシーズンから選手交代が3人まで行えるようになった。サントリーシリーズは3月18日開幕、7月22日閉幕で行われ、ニコシシリーズは8月12日開幕、11月25日閉幕で行われた。サントリーチャンピオンシップは11月30日、12月6日に、 行われた。キリンカップサッカー及びアンブロカップに日本代表が参加するため、サントリーシリーズ第16節終了後に1ヶ月の中断期間が設けられたこともあり、ほぼ全期間にわたって週2回開催というタイトなスケジュールとなった。サントリーシリーズは、この年前年のワールドカップでサウジアラビアをベスト16に躍進させたホルヘ・ソラリを昇平し、川口農葛、 松田直樹といった若手を積極的に起用した横浜 M が主位争いを演じるが第16節で個人的な理由から横浜 M 監督のソラリが退任し後任に日産 OB の早野博士を抜擢。監督交代直後には3連敗を喫するなどするものの後続のチームのもたつきに助けられる形で横浜 M が初のステージ優勝を達成する。続く ニコシシリーズは自力を発揮した V 川崎が3年連続でステージを制した。一方この年はリーグ発足当初からの J リーグ人気にやや陰りが見られる年ともなり、リーグ発足当初から続いていたテレビ地上波での中継がニコスシリーズ第3節で消滅、プラチナチケットとも呼ばれたスタジアムの観戦チケットも当日券が販売される状況となった。また、 ニコスシリーズ第1節に、横浜 F の GK、森敦彦が、主審にボールをぶつける反則行為で3ヶ月の出場停止。ニコスシリーズ第11節の試合終了後、浦和 DF、田口貞則が、サポーターに暴行し、クラブ側の自主処分として、同シーズンの残り全試合の出場自粛など、不祥事の相次いだシーズンでもあった。なお、 清水エスパルスの清水市日本平スタジアムがサントリーシリーズから浦和レッズの浦足小間場スタジアムがニコシシリーズからそれぞれ改修工事を終えて本拠地に復帰した。セレッソ大阪は長いスタジアム全面改築のための暫定処置として長い第二陸上競技場を本拠地として使用した。開催期間3月18日から7月22日開催期間 8月12日から11月25日上位2チームの順位は J リーグチャンピオンシップの結果により確定する。J リーグチャンピオンシップについてはサントリーが冠無スポンサーとなり、サントリーチャンピオンシップの名称で開催された。横浜マリノス V ベルディ、川崎ベルディ、川崎 V 横浜マリノス合計スコアが2から0となり、横浜マリノスが年間王者に決定。 ありがとうございます。